締めを作っていくことだったんですけども、その昔平安時代とかにですね、その一年の始まりをこう立春と、その前日になるわけですから、明日が立春と、前日をまあいわば大晦日というか、そこで豆をまいて大丈夫になって、そしてこう取り込んでいい一年にしていこうというところが、一人暮らしの方はしないですね。ですね。今日ですね、朝、うちの母から電話がありました。恵方巻きをハイジに食べさせなさいということで。